本日3人目も新人、私栗尾紀子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。議員として忘れてはならないこととして、まちづくりの主役は市民である。そして市議は市民の意見を市政へ届けるパイプ役です。このことを常に心して活動をし、今日は質問もさせていただきたいと思います。6月の初めての定例議会で初の質疑をいたしました。その時に市長から何を言うんかわからんとやじられてしまいました。いえ、ご指摘いただいたんだと思います。皆さんによくわかるようにしっかりと質問をさせていただきたいと思います。では議長のお許しをいただきましたので質問に入らせていただきます。再質問がありますか。はい、栗尾議員。はい、再質問させていただきます。先ほどのご答弁の中で情報を出す時の責任の所在についてお尋ねしました。課長権限でありその時々の対応になるというお返事でした。改めて伺います。8月6日に笠岡市のコロナ患者の記者会見がありました。情報取得の日時から記者会見に至るまでの経緯を教えてください。執行部の答弁を求めます。山岸政策部長。政策部長。はい、ただいまのご質問、8月6日の市長メッセージの発表のことだと思います。ちょっと今手元にですね、突然のお話でございましたので、何時何分とかですね、日付に関しても細かい、詳細資料をちょっと持ち合わせておりませんので、正確な情報につきましてはちょっとこの場でご答弁することができかねます。8月5日の時点でですね、そのような情報が入ったのではなかろうかと記憶してございます。その詳細な情報につきましてですね、6日の日にさらなる情報収集に努めまして、記者発表といたしましては19時30分ですね、第一会議室の方で行ったというふうに記憶してございます。その前にはですね、災害対策本部会議を開きまして、その状況につきまして、会議の中で情報をですね、幹部の中で共有をいたしまして、この発表につきましては個人情報の保護の観点も十分配慮をしながらですね、その一方で、こういった情報について、正確かつ出せる情報につきましては市民の皆様にお知らせをする方が公益上の観点からですね、重要であるという判断に至りまして、あのような発表に至ったものだというふうに記憶してございます。以上でございます。はい、再質問ありますか。はい、栗尾議員。6日の日の7時半の記者発表というのは間違いないですね。5日の日に情報を取得した。5日の日からすでに市長に聞いたという噂が流れています。市長どなたかにお話しされましたか。小林市長。ちょっとその辺のところは記憶が定かではなくてですね、申し訳ないんですけど突然の質問だったんで、準備をして資料を提出することはできると思います。以上です。はい、栗尾議員。昨日もなんか確かいろんなことお答えになられてたので記憶が蘇ってるかなと思って改めてお聞きしました。会見前に市長のメールにより多数の人がコロナ患者の情報を得ています。市長がメールを出されたと昨日おっしゃいましたが、どんな内容で何を目的に何人の方にメールを出されましたか。答弁を求めます。小林市長。その5日か6日だったかという、6日の午後7時半の記者会見は記憶、6日であれば確かにその通りだと思うんですけど、私が県からの情報を入手したのが5日だったか6日だったか、その辺は資料を見ればすぐ分かると思うんですけども、正確ではないというふうに申し上げました。コロナの患者が笠岡市民であるということで、町内で災害対策本部会議を開いて、公益上のこと、市民にですね、正しくない情報に惑わされないようにしっかりとした情報伝達をする必要があるということを、町内で決めまして、それを県外の首長あるいは県庁とも相談をしまして了解をいただきまして、それで発表ということになったわけですけれども、事前には首長周辺のですね、首長は以前コロナ患者が発生した自治体をですね、事前に私の方にも連絡がありましたので、私の方も情報共有ということでこういうことを今日発表させていただきますという内容はですね、発表させていただきました。以上です。はい、栗尾議員。はい、昨日もコロナ患者が出た場合
お互いの首長には連絡をし合うというふうにさっきも言われたようにおっしゃってました。覚えてらっしゃいますよね。今言われたことなので。本当ですか。そんな決まり本当にあるんですか。お聞きします。まあ、決まりというか、連絡をいただいたんで私の方も連絡をさせていただいたということで、決まりということではないと思うんですけども、お互いに連絡し合って注意、市民に対する注意をしていこうという体制をしっかりと整えていこうという、変な情報に流されないようにしようと、そういう確認で、お互いに今通常このコロナ禍の問題もそうですけれども、他の事業でもですね、発表する前にお互いに連絡し合っているという習慣が、あるということです。以上です。お互いに連絡をし合うようになっている、連絡をしてくれたので連絡をしたということですが、私の知る限り首長に連絡があってそれをお互いに情報をやり取りするということは人権問題に関わることなので絶対にしないというふうにお聞きしております。他のいろいろな首長からです。いかがですか、そのあたりは。それは初めて聞きましたね。一部の首長でそう言われている方はあるかもしれないことは否定しませんけれども、大体の首長に関してはしっかりと連絡を取っていこうという話し合いで、特に違和感は感じておりませんけれども、以上です。お友達同士の会話ではないんです。人権に関わる問題ですので、お互いにそういうふうな詮索があるとどこから情報が漏れて人権が守れなくなるかわからないということで、皆さんお互いにそういうことは慎みましょうという考えであるというふうにお聞きしておりますが、本当にお互いに連絡を取り合うというふうになってるんでしょうか。もう一度お聞きします。私は、少なくともそうしてますし、相手側からも連絡が来ますし、私が連絡すればありがとう、注意しますということの返事をいただいてますので、栗尾議員がおっしゃっているようなことは今まで経験したことがありません。以上です。どこまでやっても平行線になると思いますので改めてお伺いします。今回のこの、記者会見発表前、記者発表前のこのメールについて、これは自治基本条例第15条、先ほど市長が答弁させてくださいました個人情報保護の条例違反だと私は思います。市長はご自身の立場をご認識ですか。そして条例違反だと認識はありますか。認識をしておりますし、また個人情報の観点からもこれを町議にかけまして、どうするかという対応をして、公益上の利益を優先させていただいたということでありますし、また他県の首長にもその旨を伝えまして、それはもう笠岡市さんが決めることで尊重しますというふうに言っていただきましたし、県庁の方からも了解しましたということで、その発表に至ったということになります。以上です。もう一度お聞きします。条例違反を自分がしているとご認識をされていますか。だから公益上の利益が勝るという判断を町議でしたということで発表に至ったというふうに先ほど説明した。だから条例を違反をしている認識はあります。以上です。では仕方ありません。8月1日の花火の件もついでに聞かせてください。奥様の誕生日に奥様のために花火をあげたとフェイスブックでお書きになったと、ご自身の立場をちゃんと認識されてますか。公私混同されてませんか。全くそんな記事を上げたことはございません。以上です。嘘はつかないでください。さっき のお互い首長に連絡をし合うにしても、今回のこの花火の件にしても、きちんと記録がありますし、奥様のフェイスブックにも載ってたじゃないですかね。公私混同されてませんか。じゃあ先ほど市長は、個人情報の保護、さらには、そう、みんなびっくりしてます、今、みんなびっくりしてますよ。倫理規定という言葉も先ほど答弁で出していただきました。公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。もう一度読ませていただきます。公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。こういった倫理規定があります。これに反しているという認識はありますか。花火の件はですね、本当に偶然なことなんです。産業部長が担当ですから、産業部長に聞いていただいても分かるし、どなたにこう聞いていただいても分かると思うんですけど、本当に偶然の話で、偶然に一致したというだけの話で、夜はその花火を自宅の前から見て楽しんだということだけの話です。以上です。だから、倫理規定に反しているという意識はありません。これ以上追及しても時間の無駄ですので、ここまでにさせていただきます。市長、コロナの件に関しては人権問題です。簡単に許されるべきものではないと思います。今後絶対にこのようなことがないように注意していただきたいと思います。
そして、保身のためにもう適当なこと言わないでください。お願いします。市長がもうしょうがないので副市長をはじめ執行部にお願いするしかないのであれば、もう皆さんには本当に大変なご苦労をおかけするのは重々承知の上、市民の人権を守るため公私混同しないように、社会一般の常識道徳倫理的な判断を持って情報の管理に当たっていただきたい、心から伏してお願いを申し上げます。